今月4日、俳優の谷原章介さん、49歳、が、めざまし8に出演した際に、ドラマの撮影現場でのサプライズ誕生会について本音を漏らし、長島優美アナ、29歳、に突っ込まれるという場面がありました。この日、4日スタートの連続ドラマラジエーションハウスに放射線科の診断レポートから、俳優の久保田雅隆さんと女優の本田翼さんがスタジオに登場しました。久保田さんが撮影現場で、自身と俳優の浜野謙太さんの誕生日をサプライズでお祝いしてもらったと、その時の賑やかな映像とともに紹介されました。久保田さんは出演者もスタッフも、とにかく仲が良いんですよと語り、谷原さんに楽しそうだと思いませんか、と質問すると。これに谷原さんは、いやー、楽しそうだけど、でも仲悪い現場って言ってもこういう時はちゃんと楽しそうにやるんじゃないですか、と本音がポロリ。長島アナは慌てて谷原さん。それ谷原さんが言っちゃダメですとツッコミを入れたのでした。毎回長島アナに突っ込まれている気が。